ウィリアム・オルブライト・ウィリアム・フォックスウェル・オールブライトは、アメリカのセム語学者、旧約聖書学者、聖書考古学者。古代中近東の諸言語に通じ、歴史的、高度学的、言語的なデータを駆使して、統一的、系統的な年代史を再構成する、研究をライフワークとした。聖は、オールブライトとも表記する。メソジスト派の宣教師を父に、チリの古今母で生まれ、 アメリカで教育を受けた。アッパーアイオア大学とジョンズ・ホップキンズ大学を区学の上に卒業し、学者になる。1919年から1936年まで、エルサレムのアメリカ東洋研究所の所員として、ギベア、テルベート・ミルシム、ベテルなどの古代イスラエルの遺跡発掘に従事する。その後、1929年に、ジョンズ・ホップキンズ大学のセム語教授に就任し、 1958年に引退するまで研究を行った。欧米の著名な大学から名誉学位を授与され、欧米の学会から名誉会員に推薦された。1971年、メリーランド州ボルチモアで脳一血のために死去した。考古学とイスラエルの宗教337ページ。考古学とイスラエルの宗教335から37ページ。 ありがとうございます。